合うのは相手ではありません。向き合うのは自分の感情です。生きてないその人に何やこいつって思うか、それは相手に向き合ってますよね。でも何やこいつと思ってる自分のこの感情を一回抑えて、ちょっと待てと、あこいつ本当はこうなりたいんだなと、だったら自分はどういう関わりが持てるだろうかというふうに切り替える、ね、こういうことですね。敵は外せなくうちにいますよと、全てうちにいるんですよと、ね、この間の竹内商人の、ね、話の中で近代文明の落下でですね、近代こう経済ですね、外に敵を作るのが上手であるという話がありました。そうでしょう、ね、戦略して、ね、外をどん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 取っていくことによって豊かになっていくという、だからどん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 攻めていく、敵は外にいるって言ってやってしまうと勘違いが、大きな勘違いが起きてブレーキが効かなくなると、そのブレーキはっていうと自分の感情である、自分の、ね、内なる敵に負けると人を、ね、攻めますから戦略して戦争したりとか、まあ、いろんなことが起きるとブレーキが効かなくなるという話がありましたね。全くそういうことですね、はい、いよいよ最後になりました。ペルソナってご知ってる人いますか。ね、ペルソナって社会観って言うんですね。社会観、いわゆる例えば皆様が、サービス業をやってたとしましょう。例えば、ウェイトレスとかウェイターとかやってたとしましょう、ね、でその時になんか横着なことを言われたと、それでも仕事だからっていうことで、ね、怒りを隠すこと、 もっと言えば怒らないことができますよね。サービスだから、まあ、こんくらいちっちみたいなね。ところがそれはシャドウっていうですね、自分の感情の中に閉じ込めてるんだ、怒りをここにね。そしてこういう妻とか夫とか、まあ、両親子供上司こういった身近な人たちから同じような態度をされると怒るわけです。そして今度はこの人にですね敵を持つんです。そして攻撃します、この人たちを。そしてさらに怒りを溜め込むと、こんなことやってるということです。実はこの人たちはこの人の悪いところを一番知ってる人です。だからあえてそこをつついてくるんです。 P ポイントでパーンとここだとばかり。その時に怒りが出たら、その怒りはあなたたちの中にあるんですよということに気づきなさいと言われています。この人が言って生まれたんではなくて、あなたの中にその怒りがあるから出てくるんだという、気づけと、相手に感情を向けるなと、自分の感情だから弱いいるほど防御して吠えるんです。だからカーッとなってきた、バーッときたってするじゃないですか、笑ってください。こいつは弱いんだなと、自分の感情を抑えきれなくて来てるんですから。そうでしょ、ね、なんかガーってくる人間強そうに見えるけど、実は皆様の方が強いんです。感情を抑えきれてる人の方が強いんです。見えてるだけです。実はこういう人たちのことをですねカルマチェッカーっていう、カルマチェッカー、こういう人たちがちゃんとあなたの怒りを教えてくれてるんですよと、そこも抑える抑える抑える、これが一番大事ですよと。だから極端な話、身近な人ほどうまくいったらここはもっとうまくいくということです。つまり売上を上げたければ自分の身近なスタッフを大事にしたら売上上がりますよということです。もっとできますよと、はい、自分が幸せになる方法ですね。多くの人は他人を変えて物を変えて幸せになるとします。あいつが変われば、ここが変われば俺は幸せになれると、そして自分は何もしません。そうでしょう、大体そうです。社長さんたちもそうや、
うちの部下が変われば、あいつが変われば、もっと自分で考えて動けばとか、ほとんどそうです。他人を変える、物を変える、物を変える、お金をかけるか、そしてね、よくしよう。でも大事なのは、教育は自己革新からです。まず自分チェンジする、自分がチェンジすることからですよ。で、実は私もですね、5年前までも全然180度違いました。この今言ったことの真逆に言いました。真逆に。そして変わらざるを得ない状況にね、よく言われたんですね。お前はもうちょっと苦労したらね、もっと大きくなれるんだっていうふうに言われた時あります。でも自分は自分なりに苦労していたつもりだった、つもり。ところが本当の苦労っていうのは、思い知ったことがありました。見返りがある苦労は苦労と言います。これは努力です。見返りがある苦労は努力です。見返りがない苦労が本当の苦労です。そしてもう一つ、苦労は自ら呼び込むことはできません。本当の苦労自らですよ。会社を自ら倒産させますか。そういう危機はね、そういう状況にならんと起きないんです。っていうことは、苦労はチャンスなんです。自ら苦労を呼び戻すことはできてるわけで、人間ってですね、ちょっと俺3つの成長があると思ってて、